ごめんね、大丈夫よ、怖いね。大丈夫、大丈夫、大丈夫ね。まあ、エリザベスさんが、うん、かっこいいね、ね、頑張るよ。怖い顔になっとるよ。ね、ちょっとやっぱり今緊張してますもんね。ね、ゆっくり見ていくから大丈夫よ。ちょっと毛布で包みますね。はい。ちょっと体重測ります。大丈夫大丈夫、ちょっと待ってね。怖いね、分かった。じゃあ向き変えようね。ごめんなさい、一瞬変えますね、向きね。私が乗ってる。ちょっと待ってね、そっち見ててもらっていい？体重計、はい、もう一回いくよ。はい、 1.3 ですね。はい、ちょっとお顔から見ていきますね。あ、お利口さん、目にはちょっと出てますけど、結膜炎は左目が少しだけですね。ほんのわずかですね。あと鼻水が出てたのかな、結構鼻の下にね。うん、ごめんごめん、くしゃみしてなかったです、保護されてからは。絶縁もないですね、口の奥の方の炎症もないので大丈夫でしょうね。はい、ごめん、ちょっと首の下触るよ。うん、お利口さん、やればできる子。女の子ですね。さすが。ちょっとお腹触ります。保護されてからピッコ引いたりとか、後ろ足をなんか歩き方変とかないかったです？気づかなかったです、ね、気づかなかった、うん、でも直接ですから。そう、あ、そのまま来ていただいたんですね。2週間ぐらい前から見てるけど、そういう気配はない、うん、ない。わかりました、ちょっと聴診しますよ。聴診中も大きな問題ないですね。そしたらもう全部まとめて終わらせようと思うので、細弁棒とキャットコンボ持ってきますね。もうまとめて全部一気に終わらせるので、まず横に倒してもらって採血からしていきますね。大丈夫よ、怖くない？頑張れね。よしよし、大丈夫大丈夫ね。え、嫌だよね。うん、大丈夫大丈夫。うん、お利口さん、お利口さん、陰性だったのでご安心ください。エイズも白血病もどちらも問題なかったです。で、うんち検査一応させてもらったんですけど、目に見えて大きな中卵、虫の卵は見当たらなかったので、ただまあ今回のお薬でやっつけられない寄生虫って2種類あって、1つがやっぱりマンソネット常虫っていうきしめんみたいなうどんのこう太いやつ、薄くて太いやつが出てきたらはこれやっつけられてないって思ってもらって、そうですね、お注射が必要になってきます。自由の症っていうのがいるんですけれども、まあこれもですね、その中の中の中卵見れば分かるんですけど、今日は出てなかったです。ただやっぱり今日によっては結構ね違ったりしますからね。だからまあちょっとこの2週間様子見てもらって、なんかまだ虫が出たとか下痢が続くとかだったら、うんちまた持ってきていただくか、こっちで検査しましょうかね。かわいい、かわいい、かちゃん、ね、ありが
とうねってね、お世話してもらえてよかったね。ちょっとびっくりした、ごめんね。ね、ちょっと移動しましょうね。びっくりしました。もう家中いろんなところ。暇じゃないけど一日うちにおるんやろうねってね。よいしょ。かわいいパンちゃんそっくり。あんなかわいいの人なりしとるね。ちょっと怒った。怒った？本当だ、怒った。怒った、怒かったね、ごめんね。びっくりしたよね、急にね、環境が変わった時に。ねえ、なんか今日、今回、記事使用率が高いな。自分で歩かせる。優しいけんね、目が。大丈夫。ね、やっぱ怖いけん比較するよね。ね、今日一日かかろうね。お友達がいっぱいおるけんね。大丈夫。大丈夫、大丈夫。ね。Thank you.
った？よかったね。美味しい。可愛いね、この子の模様。スタイルがいい。同じのやろ。でもスズメちゃんと興味あるみたい。人のが女の子ってそうあるとかな。うん、ミルキー、あ、ミルキーが良かったとか。水分取れるけいいよね。比較的。そうくん食べるね。取り来たとでも自分の残っとよ。だいぶ自分のほとんど残っとっとよ。人の顔美味しく見えたね、スズメちゃん。あなたの尻尾は綺麗ね。でもまだ細いよね。鼻
ったら仲良しになったね。この二人ほんと仲良し、ね、うん。かわいいね。惜しかった。変な動きするね。かわいい動きが。なんかちょっと調子者が入っとる。この人。色がかわいい。ね。こういうキジトラ。何？おかしい動きして。一番すごい。もとちゃんおいで。ねえ、可愛いですよね。いいですね。はい。花黒ちゃんだとして。そう。今綺麗に戻った。鼻水も出てないね。鼻くそが溜
これ女の子なんだから綺麗にせんと。誰かが消える。あ、ごめんなさい、夏じゃなかった、もうよやった、ごめんね、ごめんね、悪かったね、ひどかったね今のは。夏じゃなかった、ごめんね、ひどいね。逆に女の子なのにね、って言われてるよね。はい、いいですよ。じゃあこのまま口にしましょうね。はい。ごめん、泣き出しましたね。じゃあ、えのちゃんも右後ろ親友させてもらいますので。はい。えのちゃんは別部屋？一緒です。あ、ホタテチーム？はい。ホタテ兄さんの元で、そうです。健やかに育てて、はい。一応そしたらね、ホタテ注意してくださいね。わかりました。ね、息切れ始めると結構トントン飛びますから。そうですよね、多分もうスズメさんアウトだと思うので。アウトですね、もう完全に、完全にね。あ、プリンさんも来てる。はははは、あら、暑いかな。あら、プリンちゃんが、あ、母してる、口、鼻が気持ち悪いかな、すぐ見ましょうね。はい、多分ちょっと鼻が詰まってたらあれかもしれん、口呼吸になるか。はいよ、はい、いいですよ、じゃあお願いしましょうね。はい、怒ってるの？プリンちゃんが怒ってる。プリンちゃんがおもちゃを独り占めして怒ってる。プリンちゃんがさ、
しいね。うん、あたっては優しいね。あたくんは優しいな。ルナちゃんいいね。ルナちゃんいいね。うん、あたくんと一緒に寝寝させてもらいなさい。あたくんと一緒に、あたくんの近くで寝寝させてもらいなさい。うん、ルナ、さあちゃん寝ちゃったね。すずめちゃんも寝ちゃったね。みんな仲良く寝るね。かわいいね。優しいね、ホタテ。フフフ、かわいい。